今日は動画を作るつもりはなかったんですが、結構大きな出来事があったので、急いで動画を作っています。なんと聖夜に言及しているツイートを、二刀流夢野様がリツイートしました。夢野がリツイートしたのは、こちらのツイートです。やっぱり名誉毀損とかの損害賠償は、それでも受けた額をひっぺがすようにしないと、抑止効果ないでしょ。赤城レイヤという登録者数5万人の YouTuber が、コラボ叩きで、3月の動画広告収入200万だったらしいのですが、これ以下に。てか去年の12月の収益も、200万ぐらいあったので、なんで今更言ってるのかちょっとよくわからないですね。収益発表の動画、言うて1万再生ぐらいですし、そこまで伸びているわけでもないので、コラボ叩きで200万円稼いだ、というのは厳密に言うと、事実ではありません。私のチャンネルの4月26日現在の最新動画をサムネだけざっと見てもらえると、わかるかと思いますが、今はコラボ批判がメインではありません。特に最近はコラボから派生した、外伝のような話題や、やさぐれメタル師匠に関する話が多いです。なのでまず最初に拡散している人のツイートが、微妙に間違ってるんですよね。そしてそれを事実確認せずに、新橋九段が便乗してきたという流れです。ママ A は、この二人のツイートに関しては、後日また別の動画で言及します。さて私が二刀様に言及されたことで、レイヤーもロックオンされたのでは、と思うかもしれませんが、まさなおそれは微妙だと思います。もしロックオンしたなら、夢野が自分の言葉で私に言及するんじゃないですかね。でも今回はリツイートしただけでしょ。おそらく夢野がたまたまタイムラインを見ていたら、レイヤーがコラボ叩きで月収200万稼いでいる、というツイートが目に飛び込んできて、なんだこいつはけしからん。ってなってリツイートしただけだと思います。多分そもそもこんな小物 YouTuber 夢のやコラボは眼中にもないでしょ。今までコラボが法的措置を起こしているのは暇空あかね様、エコーニュースの穂村ちゃん、朝の市議などでしょうか。他にも訴訟対象者はいますが、主な相手は確かこの3人です。3人ともコラボにとってはかなり痛いところをついてくる相手ですから。しかし一方で匿名サイトや Twitter などでは、訴えたら普通に勝てる LINE のコラボや夢のに対する誹謗中傷の投稿がごく稀になされています。そういうのは現状放置してるんです。なのでコラボの現在の方針としては、しょうもない誹謗中傷とかは無視して、痛いところをついてくるやつを見せしめに訴えるという感じではないでしょうか。なので私のような小物 YouTuber なんか全く眼中にないと思いますよ。ただ見せしめで私を訴えてくる可能性はゼロではないかな。あと私の動画はラインを超えないようにかなり気を使って作っているので、 YouTuber の中では訴える優先度は低い方だと思います。会計の踏み込んだ話とかをあまりしていないのは、間違った内容を投稿して訴えられることを事前に防ぐためです。あと炎上を監禁していることに対する批判であれば甘んじで受け入れるつもりですが、そもそも私は別に誰にも迷惑かけなければ炎上をネタにしても良いんじゃないのっていうスタンスですし、前世紀の孫子みたいに周りに迷惑かけていなければ別に炎上に便乗しても良いんじゃないですかね。っていうか炎上の話題を取り上げる YouTuber なんてそこら中に吐いて捨てるほどいますから、いちいち怒ってたらキリないですよ。間違ったことを言っていたりデマを拡散していたら問題ですが、正しいことを言ってコラボ騒動に便乗して売名する、これによって社会に不利益なことってありますか。コラボの動画は需要がありますし、視聴者は自分が見たい動画を見られて満足、私も広告収入がたくさん入ってくる、さらにそのお金を使って経済を回す、税収も増えて国も潤う、特に不利益な点が見当たらないんですよ。なので炎上に便乗して売名するというのが気に食わないのであれば、それは実利の話ではなく単純に好きか嫌いかという話です。ちなみに共産党と強いつながりがある二刀夢野様は、最初塾みたいなことをやっていましたが、ついフェミ的な言動を前面に押し出すようになってから、多額の寄付金を集めています。二刀夢野様といえば温泉娘などでおなじみの、周りに迷惑をかけるタイプの炎上商法を得意としています。要は二刀様自身も、炎上商法で稼ぐタイプなんですよ。しかも周りに迷惑をかけるタイプです。さっきのトンチンカンな二人は、理解してるんでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。